上田は1番2番バーディーの後のこの7番です。パー5の第2打が手前から転がって、何回にも素晴らしい、なんとアルバトロス。これはもうそばで見てる人は、うん、たまらんでしょうね。そうですよ、スイング生で見るっていうのはもう絶対障害にあるかないから、彼女にとってついてますよね。そうですね、ラッキーな、はい、上田桃子、今後へもますます夢が広がっていきます。大会は昨年も最終日最終組で出て悔しい思いしました。1年経って全く違う上田桃子を見せられましたね。そうですね、本当にたくさんのギャラリーの人が応援してくださる中でいいプレーができて本当に嬉しいです。ありがとうございました。この勝利が賞金女王に、そしてアメリカにツアーに、世界に向かう大きな一勝になったと思います。はい、でも最後まで気を抜かずに来週再来週とまたいいプレーができるように頑張りたいと思います。今年は何度か悔しい涙も流しましたけども、その涙は無駄じゃなかったですね。はい、そうですね、もう本当にこんな大きな大会で優勝できて今までの経験が無駄にならずに良かったなと思います。この勝利でアメリカツアーの来年の出場権も獲得しました。そうですね、それは後々考えたいと思います。本当に皆さんの応援があっての優勝だと思います。また来年も強くなった、上田桃子が帰ってこれるように、残り試合も頑張りたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。上田桃子選手にお話を伺いました。もう一度皆さんで拍手をお願いします。おめでとうございました。ありがとうございました。